ダリオ・ラファエル・アルバレス・エスピナルは、ドミニカ共和国、サンティアゴ州サンティアゴ・デロス・カバリエロス出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2007年1月8日にフィラデルフィア・フィリーズと、契約して、プロ入り。同年から3年間参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・フィリーズでプレー。 2009年8月18日に自由契約となった。ニューヨークメッツ時代2013年1月13日にニューヨークメッツと契約。この年は A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし、12試合に先発登板して2勝4敗、防御率3.1057脱三振の成績を残した。2014年は A 級サバンナサンドナッツと A 級セントルーシーメッツ、AA 級、ビンガムトンメッツでプレイし、マイナー3球団合計では29試合に、登板して10勝1敗にセーブ、防御率1.10114奪三振の成績を残した。セプテンバーコールアップでのロースター拡大により9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月3日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは4試合に登板して、防御率13.501奪三振の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2015年は大半をマイナーで過ごし、メジャーでは6試合に登板して1勝0敗、防御率12.276奪三振の成績を残した。2016年5月23日に、 ディーフとなった。アトランタブレーブス時代2016年5月25日に、ウェーバー工事を経て、アトランタブレーブスへ移籍した。ブレーブスでは16試合に登板して3勝1敗、防御率3.0028奪三振の成績を残した。2016年7月27日に、トラビス・デメリットとのトレードで、ルーカス・ハレルと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。 レンジャーズでは10試合に登板して、防御率7.7113奪三振の成績を残した。また、この年所属した2球団合計では26試合に登板して3勝1敗、防御率5.0641奪三振の成績を残した。2017年9月1日にリーフとなり、7日にマイナー契約に切り替わって、 参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレス配属となった。この年メジャーでは20試合に登板して2勝0敗、防御率2.7617奪三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2017年11月29日にシカゴカブスと1年契約を結んだ。2018年シーズン前の3月21日にウェーバー工事を経て、 シアトルマリナーズへ移籍した。シーズンでは開幕から参加のトリプル a 級タコマレーニアーズでプレー4月25日に40人枠外となった。8月3日に放出された。2019年1月10日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだが3月27日に放出された。2019年5月17日に メキシカンリーグのユカタンライオンズと契約を結んだ。31日に放出された。2020年シーズン後、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナのアギラスシバエーニャスでプレーした。2021年のカリビアンシリーズでドミニカ共和国代表としてもプレーした。ありがとうございます。